様々なゲーム機に存在する周辺機器たち。実際に役立つものから何のために存在しているのかわからないものまで、数多くの周辺機器が登場しては消えていった。今回は機種を問わずにそんな周辺機器の世界を楽しんでみよう。アドバンスムービー。ゲームボーイアドバンスでムービーを見ることができるアダプター。スマートカードという正直普及に失敗した記憶メディアを使い、1話分のムービーデータが入っている。コンセプトとしては PSP の UMD ビデオに近く、登場はこちらの方がはるかに先である。確かに発想は良かったが、画質が悪い上に画面が極端に小さい、バックライトがないアドバンスの画面で1話しか入っていないアニメなど見る必然性はあったのか謎である。もちろん全くと言っていいほど超マイナー周辺機器となった。たった1話だけしか入っていないのに2000円以上という価格もまたメリットがないものだった。ちなみにこの後にアドバンス SP で使うことを前提としたプレイヤンというものも登場しているが、こちらはアドバンスムービーよりは知名度もあり、物珍しさもあってちょっとは売れたらしい。チルト FX4PSP。 PSP 本体を傾けてゲームを操作する謎のジャイロコントロールユニット。発売は変な周辺機器を大量に発売していた色物周辺機器界の掘り電機と称されるデイテルジャパン。デイテルはイギリスの企業であり、アクションリプレイで有名である。今でこそジャイロ機能を使ったゲームは珍しくないが、当時としては物珍しい機能であった。このユニットをつけるとあらゆるゲームが傾けるだけで操作できるようになるが、この機能を最大に活用できるゲームはあまりなかった。もともとそんな機能がついていない PSP は十字キーなどで快適にコントロールできるように設計されているわけで、いらぬおせっかいとしか言いようがなかった。日本で作られたものではなく、もともとの海外製の周辺機器で、そこら辺も日本人の感性と合っていなかったということか。マイクロソフトの PC 用ソフト、ファーミングシミュレーター専用コントローラー。要はトラクターを操作するために作られたコントローラーである。こんなニッチすぎる代物を出してくるのが実にアメリカン。ハンドルやペダルの他に様々な機能が割り振られたコントロールパネルがついており、ボタンの数がやたら多いのが実にロマンを感じる。というか、ロマンにパラメーター全振りである。トラクターという日本人でも農家出身の人以外にはほとんど馴染みのない乗り物を操作できるのは面白い。だが、海外だからこそ受けているわけで、日本ではおそらくほとんど受け入れられないだろう。当然海外でしか売っておらず、日本で遊ぶには個人で輸入するか並行品を買うしかない。本当に好きな人はどうぞである。ゼクシード。周辺機器というか
ゲームに付属されたパーツが入れ替え可能なフィギュアである。ゲーム中、このフィギュアのパーツを入れ替えるとゲーム内に反映される。子供の頃、友達などと超合金を使って戦う遊びをハイテク化したようなものだ。フィギュアは別売で単品発売もされたが、馴染みのないロボットのプラモデルを購入するのはどんな気持ちだったのだろう。これがガンダムとかなら結構な売り上げになった気がするが、オリジナルロボットだったことで単なる色物ゲームとかした。ただ、プラモを使った商品というのはいかにも発売元のバンダイらしく、まさにバンダイだからこそ発売できた商品だったと言えるだろう。鉄器用コントローラー。Xbox で発売された 3D ゲーム、鉄器用のコントローラー。特徴は何といってもそのデカさ。PC エンジン、スーパーグラフィックス用パワーコンソールも裸足で逃げ出すレベルの巨大さであり、ボタンも40個以上ついている。まさにロマンの塊。あまりに操作できる場所が多すぎて、ゲーム中操作に迷うことを受け合い。とにかくその巨大さだけで現代まで語り継がれる色物周辺機器であった。とんがったゲーミング周辺機器を作ることで有名だったマッドキャッツも、鉄器コントローラーに負けるなとばかりに超巨大コントローラーを発売していた。サイテックプロ、フライトシミュレーター、コクピットシェル。飛行機の操作部分を丸々再現した超巨大コントローラーで、横800、縦400、重量20キロオーバーという超ド級コントローラー。アメリカだから販売できたコントローラーであろう。基本フレームのみで、オプションでケーキなどを追加できる仕様。フル装備の状態だとどれだけの重量と金額になるのか。超真面目に作られた色物周辺機器である。今回は様々な機種の周辺機器を見てみた。まだまだ存在する周辺機器たち。過去ほど色物率はなくなってはいるが、まだ遊び心を忘れない変な周辺機器も残ってはいる。そんな周辺機器たちをこれからも紹介していきたい。